にちは、グッドデスト TV のヒロトです。本日はこちらレビューしていきたいと思います。はい、YS アクターズチョイスグローリーブルファイターとエキゾチックボールルームダンサーです。お値段が各 95ml で税込み1980円となっております。はい、ということでこちらはですね、先日発売されましたこの YS ポマードの YS から出てるヘアミルクになりますね。もう見た目からして本当に激渋アイテムなんですけどね。こちらはですね、ポマードのベース剤として使えるものになるんですけど、ベース剤っていうとまあこうシュッと吹きかけるヘアミストとかね、スプレータイプのものが今主流かなと思うんですが、こちらはですねヘアミルクってことで、後で映像流しますけど、こう手のひらにトントンって液体を出して、でそれを広げて髪になじませるっていう使い方するものになりますね。でですね、このヘアミルクはですね、これ単体でのセット力っていうのはほとんどないものになりますね。手に出してもサラッとしててベタつかないですし、で髪にもすごくよく馴染んでいきますし、で時間経ってもパサパサゴワゴワしたりとかベタついたりとかっていうのもしないですしね、自然な仕上がりになる非常に使いやすいヘアミルクだと思います。なのでどちらかというとですね、セット力強化として使うものというよりは、髪の毛補修ケアしながらメインでつけるポマードの香りの変化を楽しめるっていうね、そんなヘアフレグランス的なアイテムなのかなと思いますね。こっちの YS ポマード単体で使うと、まあ石鹸のようなこうちょっとミルキーな感じのね、まろやかな優しい匂いがするんですけど、でも髪につけるともうほとんど匂いは出ないようなね、そんな使いやすい香りの種類強さになってるかと思いますが、これと一緒に使うことでですね、シーンに合わせて香りの変化を楽しめるっていうね、そんなアイテムになってますね。はい、ということで今回は YS アクターズチョイスグローリーブルファイター、それからエキゾチックボールルームダンサー、こちらいっぺんにまとめてレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録ボタンポチしてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、では外観から見ていきたいと思います。まずはグローリーブルファイターの方から見ていきます。近くで見てみるとこんな感じで、容器は瓶になってるので結構重みがありますね。内容量は 95ml ということで、まあでかすぎず持ちやすくちょうどいい感じのサイズ感かなと思います。正面に貼ってあるラベル近くで見てみるとこんな感じです。グリーンとゴールドでね、ほんと昭和レトロな化粧品のような雰囲気がしてめちゃめちゃかっこいいですよね。そしてキャップの部分はこんな感じです。ここもシルバーではなくゴールドってとこがね、ともレトロでかっこいいです。そしてここを回して開けるとこんな感じになってます。先っちょの輪っかがゴムっぽい素材になってますね。はい、では手のひらに出してみたいと思います。こんな感じでですね、液体状ではあるんですけど、ちょっとトロッとしてるので、傾けたらいきなり中身がジャーッと全部出てきちゃうようなね、そんな感じではなく、トントンと手のひらで叩きながら出していくような感じですね。イメージ的には化粧水というよりは乳液みたいな質感ですね。まあなのでこうすごくサラッとしててベタつくような感じではなくね、非常に扱いやすいと思います。はい、そしてこちらグローリーブルファイターの香りはですね、爽やかなバルセロナの風を感じる清潔感ある香りということなんですけど、どんな感じの香りかというとですね、こうやって直接嗅ぐとちょっとこう石鹸っぽいようなね、清潔感ある香りがするんですけど、こちら髪につけるとね、ちょっと匂い変化するかなと僕は思いましたね。こうやって手に出して広げてみるとですね、やっぱちょっとね、ウッディっぽいようなね、キリッとした感じの香りに変化するかなと僕は思いましたね。やっぱちょっと匂い変化するような感じしますね。今までレビューした中で言うと、七熊ジェルとか七熊ワックスみたいなね、なんかそんなイメージですね、僕の中ではね。はい、七熊ワックスちょっと嗅いでみましょうか。まあ、ここまでのこうスーッとしたシトラス感はないんですけど、まあ、ちょっと違うけど、まあ、ちょっと近いような感じも僕はしますね。はい、そんなちょっと爽やかなウッディ調の香りのグローリーブルファイターなんですが、髪につけるとまあ強烈ではないものの、やっぱりふわっとね、しっかり匂いが出ますね。こちらの YS ポマード単体で使うのと、ベースでこれもつけるのとではね、全然香りの強さ変わってくるかなと思いますね。とはいえこのグローリーブルファイターはですね、かなり使いやすい香りになってるんじゃないかなと思いますね。まあ、繰り返しになりますけど、僕の中ではちょっとウッディ調のキリッとした男らしい爽やかな香りみたいなイメージですね。こちらもですね、外観がもう激渋なので、かなり上級者向けの香りね、敷居が高いような感じの香りするかと思いきや、これは男性がねかなり使いやすいと思いますね。割とどんなシーンでも使えるようなね、そんな清潔感ある香りかと思います。はい、続いてエキゾチックボールルームダンサーの方行きたいと思います。容器はこんな感じで、先ほどのグローリーブルファイターと同じ瓶ですね。キャップの部分もゴールドで同じです。こちらは中身がブラウンなんでね、それが透けて
見えてまたちょっと違った印象には見えますけどね。正面のラベルはこんな感じで、こちらも同じですね。非常に渋くてかっこいいです。蓋開けてみるとこんな感じで、こちらも先っちょだけドーナツ状のゴムがついてますね。これがついてるおかげで、中身がドバッと一気に出てしまうのを防いでくれるってところでしょうかね。はい、では中身出していきたいと思います。こんな感じで水っぽすぎずドロドロしすぎず、乳液みたいな質感ですよね。スプレータイプでもないし、これどうなんだろうなと思われてる方もいるかもですが、非常に手のひらでも分量調整しやすいですし、これはこれで非常に使いやすいと思いますね。はい、エキゾチックボールルームダンサーの方はですね、香りはスパイスを秘めたウッディでセクシーな香りっていうことなんですけど、こちらはですね、先ほどのグローリーブルファイターに比べるとちょっとね、攻めた感じの香りになってるかなと思います。こっちはですね、この外観通りね、レトロでクラシカルな男性向け化粧品のようなね、昔ながらのポマードだったり男性向けコロンだったりね、そんなイメージの香りかと思いましたね。でこっちもですね、広げてみた時の方がですね、やっぱりウッディっぽい匂いがね、強まるような感じはありますかね。ただこちらはですね、めちゃめちゃ渋くてかっこいい香りなんですけど、ほんとクラシカルな雰囲気漂うような香りかなと思うんで、まあ上級者向けというか、髪型とかね、スタイルとか、その人によっては合う合わないはちょっとあるんじゃないかな、どうかなという気がしますね。少なくとも僕みたいなこうダンディーさのかけらもないような、こういう見た目だとこの匂いと合ってないようなね、そんな感じはちょっとしますね。ちょっとね、この大人の色気漂うセクシーでダンディーな香りにね、僕がこうついていけてないようなね、ちょっと敷居高いかなっていうようなね、自分ではねそんな感じがしてますね。なのでですね、もっとこう七三とかオールバックでこうピタッとセットして、でヒゲ蓄えた落ち着いた雰囲気の大人の男性からね、この香りがしてきたらね、めちゃめちゃかっこいいんじゃないかなと思います。僕もこんな香りが似合う大人になりたいもんですね。大人ですけどね、もう34なんですけどね。はい、ではマネキンにつけていきたいと思います。一応両方とも香り違いで使用感は同じということで、エキゾチックボールルームダンサーの方、茶色いテクスチャーの方ですね、を使っていきたいと思います。トロッとしていて非常に髪への馴染みはいいですね。注目成分としてペリセアという成分が配合されているらしく、こちらは調べてみたところ1分程度の短時間で毛髪の内部に入っていく、素早い浸透性と高い持続性が特徴の毛髪ダメージ改善効果がある成分ということらしいですね。はい、こんな感じで髪全体になじませてからコームで整えてみましたが、このペリセアが入ってる効果がほんとスーッと髪になじんで、割とすぐ乾いて自然にサラッとしてきましたね。そしてセット力はほとんどついていないため、ゴワゴワしたりベタベタしたりとか、そういった感じは全くないです。使い方としてはいろいろあると思うんですけど、やっぱり一番は YS ポマードのベース剤としてこれを使うっていうパターンですね。こちらの YS アクターズチョイスをつけて、ちょっと髪全体がトロッと湿ってる状態だと、やはり上からつけるポマードがよりよく伸びていきますからね。まああとは単純に髪の毛が濡れてる状態で上からポマードつけるってことで、毛束感なんかも作りやすいっていうところもあるかと思います。はい、そして今回はですね、ポマードつけずこのヘアミルクだけつけて1時間放置した映像がこちらになります。完全に乾いて見た目としてはほとんど何もつけてない時と変わらないですかね。全然パリパリ固まってたり、ゴワゴワしてたり、ベタついたりっていうことはなく、髪の毛の内部には補修成分浸透してくれてるんですけど、触り心地としては特に何かつけてる感じは全くないですね。サラッとした感じです。そういう意味ではいくらつけてもあまり髪の毛に負担にならないような感じなので、例えば再セットが必要な時、ついでに香りもちょっと増したいなって時にこのヘアミルクつけて再びコーミングするっていうのもいいかもしれないですね。こちらのヘアミルク、しっかりした匂いはついてるんですけど、そんなに強烈ではないんでね、まあ髪につけて 3,4 時間も経てばだいぶ香りも馴染んで弱まってくるので、香り増したいなって時にヘアコロンとしてもう一回上からサッとつけてもいけるような、そんなさっぱりしたつけ心地のヘアミルクだと思います。はい、YS アクターズチョイスね、レビューしてみましたけど、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、この YS ポマード購入されるなら一緒にこっちも行った方がね、世界観堪能できるのでおすすめだと思います。ほんとこれぞ大人の男のたしなみっていうアイテムでね、激渋なんでね。こちら香りはですね、どうでしょうかね、伝わりましたかね。まあ、両方ともちょっとウッディ調っぽいような香りかなとは思うんですけど、こちらの白の方がちょっとこう爽やかなキリッとした割と使いやすいウッディ調の香りで、この茶色の方はクラシカルなセクシーでダンディーな大人の男の色気漂うウッディ調の香りっていうイメージですね、僕の中ではね。ぜひぜひどちらもすごくおすすめなんでね、気になった方はチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回はこちら YS アクターズチョイスグローリーブルファイター、それからエキゾチックボールルームダンサーのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしい製品のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。